アメリカの宇宙飛行士、ブルース・マッカンドレスは、1984年の STS-41B ミッションで、有人操縦ユニットを操作する。有人操縦ユニットは、1984年に NASA が3回のスペースシャトルミッションで使用した宇宙飛行士推進ユニットである。んむにより、宇宙飛行士はシャトルから離れた場所で、船外活動を行うことができた。ムは、 障害のある2機の通信衛星、ウェスタービーとパリポブ2を補足するのに使用された。3回目の任務後、ユニットの使用を終了した。後継機である小型のセルフレス休養推進補助装置は1994年に最初に飛行し、緊急使用のみを目的としている。ユニットは、個々のシステムの障害から保護するための冗長性を備えていた。 スペースシャトルの船外活動宇宙服の生命維持システムのバックパックに合うように設計された。宇宙に運ぶため、ムムはエアロックハッチ近くのペイロード塀の壁に取り付けられたサポートステージョンに収納されていた。2台のムがミッションで運ばれ、2台目のユニットは最初のユニットの反対側のペイロード塀の壁に取り付けられていた。ムムコントローラーアームは 保管のために折りたたまれている。宇宙飛行士がユニットに戻って生命維持システムを所定の位置にスナップするとアームが広げられた。腕の長さが異なる宇宙飛行士に適用するためコントローラーアームは約1 3トルの範囲で調整できる。ムムは複雑な構造物の周囲や内部で簡単に操作できるほど小さく。 水深剤を満載した場合の質量は1 4 8キログラムであった。無の水深剤としてガス状窒素を使用した。ケブラーで包まれた2つのアルミニウムタンクにはそれぞれ5 9キログラムの窒素が含まれていた。これは行われた操縦の量に応じて6時間の船外活動に十分な水深剤である。標準的難無速度能力は毎秒約秒速25メートル。 ムむには、ノズルスラスターが様々な箇所に24個配置されていた。推進システムを操作するために、宇宙飛行士は指先を使って、ムむの2本のアームの先端にある、ハンドコントローラーを操作した。右側のコントローラーは、ロール、ピッチ、用の回転加速度を生じた。左のコントローラーは、前後、上下、左右に移動するための平進加速度を生じた。 二つのコントローラーの調整により、ユニットは複雑な動きを可能にした。希望の方向が設定されると、宇宙飛行士は飛行中のユニットの完成姿勢を維持する自動姿勢保持機能を実行できる。これは仕事のために両手を解放した。ロバートリース・スチュアート1966年アメリカ空軍は、ムムと非常によく似た。 自己完結型のロケットパックである宇宙飛行士推進ユニットを開発した。これは1966年6月5日にジェミニ QA で友人サーナンによってジェミニ計画の船外活動でテストされる予定であった。しかしサーナンは疲れで体が発熱して発汗した結果宇宙船の後ろに取り付けられたアミューにつく前にヘルメットのバイザーが曇ったため テストをキャンセルした。宇宙飛行士は、船外活動中に疲れることなく作業する方法を学べず、最後のジェミ22号のミッションまでアミューは使用されなかった。アポロとスカイラブのプログラムでは、自己完結型の宇宙飛行士、エヴァの飛行は、実際には必要なかったため、スペースシャトルプログラムの登場を待たなければならなかった。スカイラブ内では、 いくつかの操縦ユニットの設計がテストされた。キャプチャーされている SMM1984 年は3つのシャトルミッションで使用された。2月7日の STS-41B ミッションで宇宙飛行士のブルース・マッカンドレスとロバートリー・スチュアートによって最初にテストされた。2ヶ月後、STS-41C ミッションで 宇宙飛行士のジェームズ・ファン・ホーフェンとジョージ・ネリソンがムを使用しソーラーマックスミッション衛星を補足し修理とサービスのためにオービターのペイロードイに持ち込もうとした計画は宇宙飛行士が操縦するムを使用してムのハンドコントローラーの間に取り付けられたトゥリニオンピンアタッチメントデバイスで SMM を補足しその回転速度をゼロにしてからシャトルが シャトルのペイロードベイに移動して収納できるようにした。しかし、トパットを使用して衛星を捕捉する試みは3回失敗した。上のトパットは衛星の設計図に含まれていない衛星の妨害グロメットのためソーラーマックスにロックできなかった。これは衛星の任務をほぼ終わらせる即興の計画につながった。即興では、運務の宇宙飛行士が手を使って SMM のソーラーアレイをつかみ、ムムのスラスターからノップッシュでレートをゼロにした。代わりに、この試みはより高いレートと複数の軸を誘発した。衛星は制御不能になり、すぐにバッテリーの寿命を失った。SMM オペレーションコントロールセンターのエンジニアは、必須ではないすべての SMM サブシステムをシャットダウンし、重大な障害が発生する数分前に運よく、 smm を回復することができた。次に、地上支援エンジニアは衛星を安定させ、オービターのロボットアームである、シャトルリモートマニピュレータシステムで補足するために、その回転速度をゼロにした。これははるかに優れた計画であることが証明され、彼らの成功した仕事は、衛星の寿命を伸ばした。1984年11月、最後に飛行した、ムムミッションは、 STS-51A。推進ユニットは、推進モジュールの故障のために、適切な軌道に到達しなかった2つの通信衛星、ウェスタービーとパリポブ2を捕捉するために使用された。宇宙飛行士のジョセフ・パーシバル・アレンとデール・ガードナーは、2つの衛星を捕獲し、それらを積み込みのために、オービターのペイロード米に運び、地球に帰還した。 デールガードナーがウェスタービーを回収する。チャレンジャー号爆発事故後の安全審査の結果、ウムはさらなる使用のためにあまりに危険であると判断された。ウムで計画されている多くの活動が、マニピュレーターアーム、または従来のつながれたエヴで効果的に実行できることが分かった。NASA は商用衛星契約のために、シャトルの使用を中止したほか、軍もシャトルの使用を中止して、 主な潜在的な用途を排除した。国際宇宙ステーションを建設するために、ムーは補助として構想されていたが、その引退とともに、NASA は様々な軽流船外活動アプローチを開発した。二つの運用可能な飛行ユニットムーに及び、3は NASA によって1998年までデンバーのロッキードのクリーンルームに保管されていた。NASA は1998年にムー3を 国立航空宇宙博物館に譲渡した国立航空宇宙博物館は現在スペースシャトルディスカバリーの上のホールに吊り下げられている。ムーにはアラバマ州ハンツビルのアメリカ宇宙ロケットセンターに展示されている。二千十七年現在、ムー1はジョンソン宇宙センターの宇宙船モックアップ施設に展示されている。ミルブルックモアフェーバードザンザバーズ ザマンドマヌーバーリングユニットインスペース NASA 2014年10月14日閲覧スミソニアンオープニングスペースヒストリーハンガーコレクトスペース2014年10月14日閲覧マンドマヌーバーリングユニットスミソニアンエスナショナルエアスペースミュージアムホームページ2016年7月1日閲覧この記事には アメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。